っと誰かいるぞ。あ、オズモンドか。よろしくお願いします。なんか両津勘吉みたいに眉毛って上がってますけど。落とせ落とせ落とせ、ミカ落とせ落とせ落とせ、いっぱい落とせ。よし、下に立てたぞ。立ててたよ。あー、あの二人は遅いから。あの二人は優柔不断だから遅いよ。イエーイ、イエーイ、集まれ動物の森。ちょっと気になることあるんだけどいい？リセットさんって出てくるのかなって思って、この島の名前を提案してねってとこでセーブが入ってるかわかんないんですけど、ここでもしも俺がこの島やだなって思って消すじゃん、じゃあリセットさん出てくるのかなって気になったの、やってみていいっすかね一回。リセットさん結構好きなんだよね。自分のポケットキャンプのやつ、ポケットキャンプの動画にもリセットさん出してるぐらいリセットさん好きなんだけど、ちょっとやってみていいですかね、リセットさん出てくるかどうか。やりたいと思います、いきます、やっちゃいましょう。ごめん、どうなんだろうな。あ、最初からやっちゃった。嘘だ。終わった。リセットさん出てこず、最初からなっちゃいました。やり直さなきゃ。ですね、リセットさんを求めてチュートリアル中に削除したんですけど、データが全部消えてしまいました。リセットさんすら出てきませんでした。検証結果は最悪でした。で、変わったことがありまして、新しいね、地図にしたんですけど、みかんだったものがさくらんぼになりました。はい、さくらんぼになってますね。あと僕のキャラクターの顔をちょっといじりましたね。まだ変わったものがありまして、何が変わったかというと住民が変わってしまいました。さっきまでオズモンドとリサーナさんだったんですけど、なんかアイリスっていう両津勘吉2号が出てきました。しかもどっちからといえばこっちの方がちょっとブチャイクっていうアイリス、まあ愛着ありますけど。アイリスどこ？アイリス一人で行かないで。アイリスいた。あんま可愛くないんだけど。アイリス全然可愛くない。やだ。やだよ。やだよ、お前と一緒に無人島を過ごすの。やだよ。マジかよ。やだよ。でもね。でもね、でもね。でもね。いつか愛着は湧くと思うんだよね。あとね、アイリスのファンにはすげえ申し訳ないこと俺言ってるの。わかってるんだよ。わかってるの。いや、好きな人絶対いると思うんだよ、このキャラ。いや、いるかな。いるかな。それもちょっと疑わしくなってくるな。俺は嫌だよ。一緒に過ごすの。